はい、どうも、おしです。おさんです。ボブです。よしです。This is 新潟勝手にラーメンランキング。約1年経ちましたね。YouTube、初めて。1人、1、2、3位まで。はい。を1人ずつ出してもらうと。勝手にラーメンランキング。はい。だからちょっと味のジャンルがいっぱいあるから、まあ非常に選びにくいんだけども、まあなんとかこの1、2、3位をね、出してもらおうと。はい。別に動画にしたとか、YouTube で行ったところじゃなくても全然いいんで。うん。自分はもうただ単純にここが好きだから、やつをやります。じゃあそれでは、もう早速、書いていきましょう。はい。はじめー！え、もう、1、2、3で全部書いていいの？うん。1、2、3で。まあ、ダメ。最近食べた記憶とか過去に食べて美化されてるところもあるかもしれないしね。これかな。ちょっと悩むけど、一人ずつ発表にしますか。はい、そうしましょう。ということで、じゃあみんな出そろいましたから、はい、誰からいきます。はい、あ、バンバさん。はい、じゃあどうぞ。いきます。はい、はい、はい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 。1位、はい、玉寿司。はいはいはい。2位、上越屋。はい。3位、山田ラーメン。ああ、俺最初、全く同じだったけど。あ、ほんと？よくよくなんか自分の好きなラーメンはこれかなっていうのがあって、ちょっと違う。ああ、うん。やっぱそうなりましたか。なりましたね。あ、山田ラーメンやっぱ結構気に入ってたんだ。山田ラーメン美味しかったよね。めちゃくちゃだよね。うん。あれは美味しかった。上越市も。うん。ちょっと衝撃受けたな。なるほど、やっぱりバンバの中でも不動の1位は玉寿司なんだね。玉寿司ですね。じゃあ次は俺行きます。して俺行っていいですか。だし、だし。はい、じゃあ僕が選んだラーメン上位3位はこちらです。ででん、玉寿司、上越や清流。わあ、清流あったな。玉寿司さんは、本当にあっさり醤油ラーメンの概念が変わったっていう。もうイカ天がたまらなくうまいってのとね。あとは家系がやっぱ好きだ。もうダントツトップ。とあとはやっぱ背脂好きだかなっていうか。清流、うん、やっぱうまいね。うん、うん、三条背脂系は。あ、清流もね、俺も上位は上位なんだよ、清流は。でもね、ここまでは多分サクサクと出たの。3位まで結構ちょっと悩んだ。悩んだ。まあ一応僕はこういう順位でした。じゃあ僕行くわ。ガッ。じゃあガッ。はい、じゃあ僕はもうほぼ一緒ですよ。うん。まあ上から1位の順番なんだけど、うん、1位が上越屋。はい。2位がまあ僕感動した玉寿司さん。玉寿司。はい。で3位が事故。事故。はい。あ、でもガンの中では玉寿司より上越屋の方が、うん、美味しかった。うわー。玉寿司食った後さ、で、他のラーメンダメだなって言ってたけど、でもその後にうちら上越屋行ったわけじゃん。で、ちょっと上越屋さんはちょっとレベルが違うんじゃないかなと。全体的に上越屋さんがもう抜群に美味しいっていう印象があったから1位にした。だから玉寿司はもう動画で見てもらったら分かるんだけど、まあ僕はすごい感動したから、もちろん2位に上げさせてもらって。で、このジコノさんは、まあ三条系なんだよね。それともまた別に、超煮干しだったかな、うん。そういうラーメンがあるんだけど、それがすごく美味しくてね。で、騒ぎ、あげさせていただきました。なるほど。ジコン持ってきたか。サインに。なるほど。じゃあ、行っていいですか。はい。いやー、全然面白くないなー。じゃあ、推し、行きます。はい。ドン、こちら。1位、玉寿司。はい。2位、上越屋。3位、青島という。あー、わかるよ。俺ね、最初それよ。俺もこれ。うん。もうビタビタでそれ。ね。うん。ね。ちょっとね、でも、あーっていうさ、本当はね、もうちょっとね、違ってた。俺も山田とか、清流とかさ、ジコン系も行きたかったんだけどね。そうなんすよ。あー、そうなんだよな。こうなっちゃったんすよ。やっぱり。ちょっと1、2、3位って難しいよね。難しい。味のジャンルもないし、動画にはしてないけど、青島と清流は結構頻繁に行ってるからね。行くもんね。個人的にはめちゃくちゃ、うちらがめちゃくちゃ行ってるよね。青島と清流ね。行ってる行ってる。
まあ、こういう結果になりましたね。やっぱそうだ、もうほとんど動かない。玉寿司と上越屋は動いてない、うん、みんな一緒だね。必ず入ってるね。おお、ここはさ、言ってもジャンルが違うわけじゃん。全然違うね、味のね、うん、だからここら辺はまあ好みなんだよね、うん、まあ、衝撃の受け方なんだよ、きっと、うんうん、確かに確かに。でもいや面白くないぐらい一緒になっちゃったね、うんうんうん、全然面白くないぐらい。いやでもこれだけ4人いて、うん、ここがほとんど動かないってことは多分よっぽどだよ。誰が食ってもよ多分、うん、ここは、うん、間違いねえんだよね、うん、きっと、うん、本当に多分そういうことだね、うん、いやなんか食い終わった後のみんなの反応を見てもあよっぽうめかったのなっていう反応してたもんね、うんうんうん、どっちも満足感は半端じゃないからね、うん、やっぱこうなっちゃうのか。そうかそうかそうか。いやーこんなガチガチ面白いぐらいが二強はもう、うん、ガチガチっていうぐらい。だからこれ見た人絶対玉寿司と上越へ行くと思うんだよね間違いない。だってもう4人全員がここ来てるってのは行くよね絶対、うん、あ間違いねえんだなってなるじゃん。なる、うん、なってほしいし、うん。ではこの動画が面白かった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。コメントもたくさん待ってます。はい、教えてもらいたいですね。ええ、というところでじゃあ今回はこれで終わります。ではバイ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 。惜しい、1個だけ俺忘れてたわ。何、いい、うん、それ真面目な回答だよね。真面目な回答、じゃん、 OC と魂が作った家系ラーメンこれねめちゃくちゃうまかった本当にガンも食べたもんね。食べた。ちょっと感動した。悔しかった、うん、まあ、なんでこいつらにこの味が出されるんだっていう作ったお前らに引くわって言ってたからねいやまあまあありがとうございます。アンゲって醤油買ってさ味見してブレンドしてさ、でも素人でも気合い入れればあれぐらい作れんだってのが分かったよね、うんうん、家系作れんだなって思ったからね、うん、でもあれ大変だわ、煮込んだりしてダメだしさ、うん、ちょっとラーメン屋さんも大変さ分かったよね、うん、あれは大変だわ、ね、大変だわ。あれ一杯何百円とかで売ってるわけだからね、うん、あれはすごいわ。でもいやまあちょっと面白かったですね。面白かった。まあこれまたやりますか、まあ、上半期で今やって、うん、じゃあ下半期で、うん、またやりますか。じゃあ